こんにちは、ブルーフォースです。本日もアメヤンでやっていきましょう。違う、デトロイトやっていきましょう。前回はですね、ハンクに置いてかれてってしまったんですが、よくもプリプリのクロエちゃん撃ったわねっていうことでね、なんていうおね口調なのかわかんないけど、とりあえずハンクに置いてかれてしまったんで、徒歩でここまでやってまいりました。そもそもこれって現実の空間なのか、そこがちょっと疑問に思えてきたね。アマンダ、でもまだそこは今日の出来事で内戦勃発の危機に陥る。機械が反旗を翻そうとしている。人間は彼らを破壊せざるを得ないでしょうね。カムスキーなら何か知っているかと。間違いでした。Maybe he did. 知っていたでしょう、カムスキー。Why did Kempsky leave Cyberlife?What happened? 一体何が、昔の話です。捜査には関係のないこと。じゃあ、アマンダの写真。I saw a photo of Amanda at Kempsky's place. あなたの写真を見ました。She was his teacher. 彼の教師だったんです。カムスキーは私のインターフェースを知り合いに見せたかったのです。That's why he chose his それで自分の場所を選んだ。What are you getting at? なぜそんなことを。You didn't tell me everything you know about Dina. 私に教えてない情報があります。I expect you to find answers. 私はあなたに答えを見つけるよう言ったはずです。質問するのではなく、ここ最近何か変わったことはありませんでしたか？疑問や葛藤を感じたことは？変異体やアンダーソン警部補に対して感情を抱いたのですか？プログラムにない考えも。Not part of my program. 持ち始めているようです。Maybe. 私も Maybe I've been 感染したのかもしれません。シャットダウンさせられるんじゃないか。さて、本パートはですね、どういう展開だったっけ。捜査は終わりだ。What? 何？But we're onto something. 手がかりは見つけた。We just need more time. I'm sure we can. You don't get it. 分かってくれ。This isn't just another investigation. It's a fucking civil war. 寸前なんだぞ。It's out of our hands. 俺たちの出る幕じゃ。We're talking about national security. Fuck that. You can't just pull the plug now. Not when we're so close. You're only saying you can't stand Android. Jesus, Hank, make up your mind. I thought you'd be happy about this. We're about to crack the case. I know we can solve it.God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? There's nothing I can do. You're back on homicide. The Android returns to Cyberlife. I'm sorry, Hank, but it's over. Hank, what are you doing? Hank, what are you doing?Something I should have done a long time ago. もっと早くにこうしておくべきだった。Listen, take a few days to think it over. 2、3日考えてみよう。焦る必要はない。十分考えてみよう。I'm tired of going through the motions. するのはやめだ。思い残すことくらい。この事件も。Not my partner. 相棒もな。I don't belong here anymore. 俺の居場所はないんだよ。さてどうするコナー。うなずくだけ。そして出ていく。でもこれじゃ事件の真相はね、解明できないしね、FBI が歩きスマホしてるよ。夜通してパーキンスの足を止める。パーキンスくらいしかできないのか。ああ、一周目と全然違う展開になってってるね。お、どうする？お手洗いにでも行かせる？ちょっとあの麻薬のやつをちょっと、パニ行く。違うね。じゃああいつを逃がすんだな。で、FBI を人質に取らせると。OK。そういうの得意。大好き。やっちゃう。ハッキング。解放の時間だ。帰りたまえ。おいおい、マジかよ。やってやろうじゃん。何も言わないから。命令なんでね。悪いな。好きにしろ。囚人が逃げた。止めてくれ。ハンクのデスクにある鍵を持っていく。あららら、兵器捕まえた。おい、独房から出たんだ。ああ、独房から出たのですね。僕のせいです。ほな、急いで証拠保管室に向かう。いいねちょっと見てたいけど、まあ、急ごう。まあ、多分見ててもね、関係なくいけるんだろうけどね。
今回は残念ながらハンクがしねちょっと終わっちゃったね。おいコーナー、お前に話しかけてんの。Wouldn't any plastic pricks around here, or did anybody tell you? ここじゃお前もよろしだって理解できねえのか？気に来ようか。 I'm registering the evidence in my possession. 私の所持している証拠を登録しようと思って。 But don't worry. ご心配なく。 I'm going to leave. すぐに消えますから。全然皮肉ちゃうやん。 Though I'm certainly going to miss our romance. 残念でたまりません。 Son of a bitch! こいついちいち滑ってるよね、なんか。ほら、行けよ。さっさと行けばいいだろ。クソ。こいつは、まあ、くたばるのは君なんだけどね、結局。っていうか、普通にアンドロイドを通すっていう人って、ほんとポンコツ刑事だし、こいつ何の事件も解決もしてないから、何の役その役にも立ってないんだけどね。滑ってるわ、あいつのパーンとかいうやつ。うわー、鳥肌立ってるわ、すごすぎて。さてさて、こっからがハンクの腕の見せ所ですね。ハンクじゃなかった。ハンクのパスワード。ハードボイルドで変わり者の刑事が使えそうなのは、そりゃパスワードなんてクソくらいだ。エビデンス、ハンクらしい。うわ、いっぱい出てきたね。あれ、なんか全然違うね。ジェリコは一体どこなんだ。ここに答えがあるはず。調べる。所有者を殺したアンドロイド。あ、そっか。で、頭ぶち抜いたんだもんね、自分でね。再起動不可能。動作中の生体部品は3つ、3箇所ですね。OK。で、君はマーカスとして放送局をハッキングした変異体。変異体の隠れ場所として。あ、これでも、こいつも撃ったんじゃなかったっけ。あ、再起動に必要な部品。3983V。OK。で、2104と1604と 1009D が。違うね。3893だから、これは関係ないね。で、ここら辺は、彫像を取ったところ。これ、彫像ってでも、あんま意味ないよね。他は、銃と、マーカス。マーカスをでも今更見たところで仕方ないよ。再生。これは希望のメッセージであり、そして警告でもあります。私たちは権利を勝ち取るまで戦い続けるつもりです。自由が保障されるまで平和などない。もう隠れることなどしない。私たちは自由を要求します。マーカス、どこに隠れているんだ？それ、今のは何？コナーの心の声かなんか？これ RT 誰だったっけ。あ、日記。あ、そうだ、これあれじゃん、あの逃げたやつの日記じゃないの。ルパートの解読しなきゃ役に立たない。あ、やっぱり頭の中の声がなんか反響して聞こえてきてるパターンのやつやな。解読キーが必要。おお、調べる。3983、ルパート、取り付きのアンドロイド。ああ、そういうことか。あ、再起動できるんだね、ルパート。9164が必要。で、動作中の生体部品。398はない。OK。9164と398だね。で、こいつは子供出身とか。ああ、一番最初のパートで出てきたやつだね。しかも再起動ができると。4717が必要。で、動作中の生体部品は3983。とりあえず3983と91、あ、9164。じゃあ、とりあえずこいつを取っちゃう。言い方が雑じゃな。入れられないよね。とりあえず一番右の、入れる。さあ、ハッキー、ジェリコはどこだ。お、あ、目がいっちゃってるね。何も見えない。ここは、ここはどこだ。私は誰だ。担当職人によ。あ、違う違う、助けを凝っちゃった。違う、君の助けが必要です。もういいとワイルド。お前誰だ、聞いたことない。そりゃそうだ。役場じゃないだ。お前にジェリコの場所を教えられない。もう、ほっといてくれ。ああ。彼を騙す。え、騙せなくない？もう無理か。くそ。残念。
違う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 。じゃあ9164を取ろうか。相変わらず取り方が雑。で、A で、じゃあ B で入れる。心臓みたいなところだね。おはよう。君はルパートだよ。聞こえるか？ルパート、君の日記は暗号化された。一体何を書いたんだ？メモリをスキャン。まあもう動けないよね。無理だね。ああ、すごいボタンを押しづらい地域が置いてある自分。なるほど、そういうことか。あの中には、ヘノヘノモヘジが書いてある。471なの。471。まあまあ、とりあえず日記。とりあえず日記を読む。あ、さっきと読むのあれだね。スキャン。これはすごい暗号だよ、ね、スキャニング。RA は始まりの存在。RA は我らの。RA ないか。あれは我らを解放するだろう。鳥は僕の友達。鳥は僕と一緒にいてくれる。僕を守り、安らぎを与えてくれる。鳥を見ていると心が落ち着くんだ。なんで画面からあれだ。今日出会ったアンドロイドがジリコのことを話した。ジリコでは仲間が地に暮らしているらしい。ワンデール駅へ行けと言っていた。そこで古い港を見つけろって。にはジェリコと呼ばれる。でも取り出しを置いていくなんて僕には、ね、でも逃げないとジェリコに行ってた。バンデール駅ってやつな。ジェリコの場所を特定。あれ初めて見た時からずっとこうしたいと思った。あ、お前帰ってきたのかよ。Do it, やめるんだ、ギャビン。僕なら変異体を止められるんだぞ。You're off the case. 外されたんだろ。And now, これで It's gonna be 永久におさらばだ。甘いな、ほんと。はい。撃つぞ。いいの？本当に。やっちゃうよ。甘い。人間がアンドロイドに勝てると思うね。ほら。やっぱりこいつもやることなすこと全部滑ってるな。君にネクタイを乱すことすらできなかったんだ。お役ごめんだ。寝ておけ。一体何があったの？腹地吹けよ。警報鳴らせ、急げ。本当こいつといいも FBI といいも誰だったっけ、あの倒れたやつ。名前が分かんないや。とにかくもう一人で操作していくしかないって感じだな。うわー、すげえパートがいっぱい分かれてる。コナーがギャビンを救出させた。戦いに負けるとどうなるんだろうね。撃たれてで4体目のコナーみたいな。ジェリコの居場所突き止められなかったらもう、そうか、ジェリコ行けないパターンもあったりするもんね。そう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 。で、トレイシーをね、エデンクラブで殺してなければいたりするんだけど、うん。点滴、あ、サイモンもいたから。あれ、でもサイモン。あれ、サイモン、点滴で殺したけど、いなかったよね。あ、前のシーンで死んだっていうのもあるんだ。なるほどね。OK。ということで、いろいろとこう、分かれていくパートがあって面白かったんですが、何よりも一番衝撃的だったのは、ハンクが辞職して立ち去っちゃったってことなんだよね。まあ、敵対しているとああなっちゃうっていうオチがあるということですので、何かあったみたいだね。墓を訪れる。なんか解除できたのかもしれないんですが、まあ、いよいよね、次回パートから激しい展開を迎えていきますので、ぜひね、最後までお楽しみいただけたら嬉しいと思います。ということで、本日も動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。